どうもめぐるでございます。さあやってまいりました、カンボジアシェムリアップ。今回はですね、カンボジアシェムリアップの観光は今というレポートをお届けしたいと思います。カンボジアというとやっぱりアンコールワットのイメージ皆さんあると思うんですけども、まあ世界遺産、まあ本当に観光資源なんですよね。で、カンボジア、まず首都はプノンペンというところにあるんですけれども、アンコールワットというのは、まあ、そこからバスで7時間ぐらい離れた、もうちょっとですね北西に上がったところにある、もうちょっとこうタイの国境の方に寄っていくんですけれども、にあるのがアンコールワットでございます。でですね、僕もこれ取材を通して知ったんですけれども、このやっぱりアンコールワットという遺跡があるというところで、この、シェムリアップに暮らす人たちはほとんどがやっぱその観光収入に今まで頼ってたらしいんですよ。でここでやってきましたコロナでございます。このCOVIDが世界を襲うことによってですね、今までこの観光業で食べていた人たちが大打撃を被るわけですね。日本でいうとまあ京都みたいな感じでしょうか。だからやっぱりもちろん地場産業みたいなのはあるんですけれども、それは少なくて、まあ、僕が取材した感じだと、まあ、ある方がおっしゃったのは8割ぐらいが何かしらこう観光業に関わるお仕事をされていた方が多い。例えばここまで来る中でも大きいお土産屋さんが潰れてたりとか、あとこの前お話を伺いました、今カメラ持ってくれてるんですけども、ワットさんも観光業ずっとやってたんだけれども、それで食べていけなくなったから、鴨と豚を焼いて商売生計を立ててたりとか、もうやっぱりリアルにそのシェムリアップに暮らす人たちの生活を直撃してるんですよ。観光で8割の人たちが食ってた街がコービットがやってくる、これどれぐらいのインパクトだと思いますか。そして今このコロナが、カンボジアはかなり明けてきてですね、やっぱワクチンの接種率も非常に高いですし、 90% 以上だっけワクチンカンボジアの人、うん、そうだよね、ほとんどみんな打ってて、でだからこそみんなすごくこう前向きに海外の人たちも受け入れて、で結構もうみんな本当ノーマスクだし、もう本当にね平時を取り戻してるんですよ。ただやっぱり厳しいよね観光は。そうです、ね、そうで、もっと多くの人たちに戻ってきてもらいたいとか、今の、このシェムリアップの街、そしてアンコールワットがどうなっているのか、アフターコロナどうなっているのかという、アフターコロナのアンコールワットを今日はご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ワールドリポートチャンネル、この放送はリオフラワーさんの提供でお送りします。アンコールワット、なんかちょっとこう一つのお寺があってそれを見るのかなと思いがちなんですけども、もうものすごく敷地は広大でですね、どれぐらいの広さなんですかアンコールワット。アンコールワットは東西 1.5km、1.5 です、はい、南北 1.3km です。正方形ですね。大きいね、大きい。でしかもそのアンコールワットと呼ばれるで、今回買ったチケットあるじゃないですか、はい、このチケットですね。そうそうそう。でこれで入れるのは、はい、その東西 1.5km と 1.3km の場所以外も含まれますよね、これ。そうそう、いろんなところとか行ける。そうだから結局アンコールワットに観光に行くって言うんだけど、はい、実際はアンコールワットに行くだけじゃないんですよね。そうです、このチケットはいろんなところが行けるですよね。アンコールワットの以外はね、例えばアンコールトン、タプロン、あといろんなところです。でもなんか1日を買って1日フリーになるでしょうね。だから国立公園みたいなものなんでしょ。そうね、国立公園。だってこれもなんか池？これはアンコールワットのお堀です。お堀？そう、お堀の幅は190m あります。190m あります。こっちの人たちは現地の人たちです。みんな遊びに来てるんですね。特に夕方とか3時からは現地の人たちはみんなこの辺りでピクニックします。はい、ピクニックですね。ある方はお弁当持ってここに食べるとか、ある方はお弁当を忘れちゃう場合、このエリア、屋台パパやサラダとか
焼き鳥とか注文して、ここに食べられるです。こういうところもコロナでみんな大変だったんですか？あ、前は結構大変だったけど、でも今大丈夫。そう、ちょっとずつ、はい、ちょっとずつです。ローカルの人たちがお金を落とす場所はまだいいですね。そう、まだいいですね、はい、こことかはだからローカルの人たちが買い物したりとかするから、はい、まだやっていけますよね、うん、でもそうすると僕も今37ドル払いましたけど、笑顔で映りすぎました。37ドル、これ普通はワンデーなんだよね。37ドル、でも今はコロナだから2デー使える。2デー使います。5日間の中でその2日間をピックアップして使うことができると。だからこれ今8月の上30になってて、これが今日の日付で、で9月の3日まで2回使えるという、うん、まあ、コロナ特典みたいな感じになってて、まあ、シェムリアップとしては、まあ、この特典があるからもうちょっと観光客の人たち来てねというサービスになっております。まあ、結構大きいお金じゃないですか。5000円近くなわけですよ、1人から。 それが収入としてなくなるって、シェムリアップとしてもだいぶ大きな収入はなかったね。今綺麗になってるなんですね。前、コロナの前、ここはちょっと店とか駐車場になったんですね。でも3年間の間は観光客来ないので、店の人を出かせて公園になるんです。だから公園は、すみません、店はちょっと赤い屋根のところにまとめてここに作りましたね。はい、あ、この辺もじゃあコロナで変わったんですね。そう、コロナのおかげコロナのおかげで、ね、全部整備されたの。そう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 、コロナないと多分なんかそんなに綺麗に使われないと思いますよ ね。だからコロナはいい点もあるし悪い点もあるでしょうね。なるほどコロナがなかったら整備もできなかったから、そういう意味では今このコロナがあったおかげで全部区画整備されて綺麗になったんですね。はい、はい、店が出てきたね、綺麗な店です。値段は変わらないです、前と同じです。ちょっと前よりだけ綺麗、はい、なんかお客さんだけ待ってるみたいですね。はい、こっちは駐車場です。コロナの前はあちこちは泊まりたい場合は泊まれるけど、でも今は決まってるね、駐車場があるんです、はい、駐車場。こういうところで商売してる人たちもコロナの時はめっちゃ大変、ね、うん、結構大変です。なんか食べるぐらいまでも大変です。コロナの前もなんか毎日仕事をして、その一日の仕事、一日の生活するなんでしたね。でもコロナあった後はちょっと観光客来ないので、みんな出稼ぎでしたね。例えばプノンペインとか、あとシハヌウィルとかなんとか、労働者にしますね。あ、はい、例えばプノンペインはちょっと工場、あと建物とかするんで、みんな労働者をします。屋台もダメです、何もダメです。だから困ってる人が多いでしょうか、はい、しかも今までずっとツーリズム観光で食べたのに、急にコロナが COVID が来て、でね、仕事入んないですって言って、保証金もないでしょカンボジアは。そうそうそう、大変だよね。めっちゃ大変だ。だからここにはもともとあった家ですね。今はみんなコロナはワクチンが 90% ぐらいに済ましたから、ちょっと安全でしたね。だから観光客も少し来て、ここにいる方はちょっと顔明るくになってるみたいです。あ、僕ら2買いたいですか？あ、買いたい。あ、そういや、バッタ置いていい、そういや。じゃあこちらです。よし、じゃあショップでちょっと買い物をしてみたいと思います。ラッタさん、ちょっとだけコロナの時大変だったとか聞いてみたい。聞ける？はい、聞けるです。なんか、大丈夫です。コロナの時は
あのコロナの前の仕事は、コロナの屋台をあの商売、うん、あのしましたね。あのちょんぺいれコロナ3年のチャルワイケナピアナピアチョバンのイホーマネレテカレテカイケレテカレテカレあのなんかコロナの間時はあの外も出られないみたいから、仕事がないのであのずっと家だけいるんです。どうやって暮らしてたんですか？あの旦那さんは、公務員だったので、ああの旦那さんの収入で食べてて、そうそうそうで奥さんの収入はないけどそれでなんとかやると。そうみんなあのカンボジア人の習慣は旦那さん仕事しても奥さん仕事しなくてもみんな夫婦だからなんかみんなね、あの育てることができるなんです、うんうん、そうあのなんかある方は両方仕事がない夫婦ね、あの仕事がない例えばあの夫婦で観光業やったらそうですね。そうそうすごい貧しいの人だったら、国は少しサポートしてくれた。あ、はい、例えばスキーはあの50ドルとか100ドルとかあのもらえるといます。もうなんとか暮らしていける分はもらえた。そうもらえたんです。でも50ドル100ドル、はい、ある方は、なんか証明書みたいなあの貧乏の紙みたいなないから貧乏の紙そう国からもらってないからあのなんかめっちゃ大変だって。あそうなんだ、はい、めっちゃ大変。今はどうですか？どれぐらい戻ってきてますか？あちょラウレルយើងថាចាប់កូវីដចុះចឹងការលក់ដូរឲ្យព្រិនបើចឹងមុនទេឬមួយក៏បាយរស់បានណាអានណាកា今コロナがなくなっているからあの前の仕事戻ってきてちょっと生活できるだって。どれぐらい観光客が戻ってきてる？あちょちょみん国ばってへもちら観光めもてんやちらんやばてあそびであの観光客はあまり来ないけど、でも地元の人がちょっと。ああ、だから観光客まだ来てないんですね。そうそうそう。例えば、一番コロナの前、混み合った時が100だとしたら、今どれぐらい？一応、ガーレウトハタン、ガーレル、モンコビッドウトハタン、ロバン、マロイラ、ノミツガイ、タイロバン、タイロバン。あ、ロバン、バイジマ、ファイマルのね。あの、コロナの前は、例えば1日150ドルぐらいくれる。でも今はあのなんか70ドルぐらい。半分。はい、半分ぐらいです。でも人は半分より戻ってきてないよね。そう、あのこういうところは観光用のためではなくて地元の人が買うから。地元の人です。だからやっていけるんだ、まだ。そう、はい、あの役できるです。それでも、うん、まあ観光客も買ってくれる。あのコロナの前は地元はちょっとあまり旅行しないみたいです。 あのでもコロナ3年間ぐらいにあったから逆に地元の人か。そう、地元はちょっとあの国内旅行した方みたいです。あの新しい習慣みたいになるでしょうね。だからアンコールワット行こうよみたいな。そう今日からみんな来て、でこういうところで買ってくみたいな、はい、前はみんな仕事だけとか、はい、あちこちとかあまり行けないとか、はい、もう今そう、はい、これはあのカエル。カエル？カエル。まあ、マンゴー。マンゴー？マンゴー。あのそんなちっちゃいマンゴーある？失敗。これはあの若いマンゴーだからみんな辛い塩とつけて食べられる。へえ。ですよね。ノーメンゴーね、マンゴーです。マンゴー。マンゴー美味しい。マンゴー美味しいですよ。マンゴーも美味しい。マンゴー好きです。マンゴー好きです。はい。マンゴーも美味しい。マンゴー。おじじゃないの？おじよ。何を言っとんねん。のココナッツのジュース。大きい。おココナッツ。ココナッツ。いくら？いや出してくれる。出してくれるの？うん、なんで？あの今日はプレゼント。いくらなんですかこれは？あのこれは1ドル近い。1ドル？
はい、1ドルです。あの大体はあのみんな1ドル売ってるです。なぜならあの1ドルスターするとちょっとお釣りが大変みたいから、1ドル何でも1ドルです。あのスタートは1ドルです。あのお釣りもないし。でも安いよね。そうそうそう、安い。わあ、おいしそう、命の水です。すごい、タプタプに入ってる。よく見るやつ、ついに。いただきます。まずぬるい。そうだよね、常温だから、うん、でめちゃくちゃ甘いかっていうと全然そんなことないね。そうですね、あのね、ちょっとナタデココのおしとやかさに似てるかも、うん、命の水だからね、うん、本当になんか命の水って感じなんだろう、変にもちろんこう砂糖っぽい甘さもないし、あ、当たり前だけどこれ、うん、でもなんかまろやかでクリーム、クリーム、クリームね。これやれる。うん。思ったよりなんか甘いよりも旨味があるね。そうそうそう。うん、あのこれは熟にすると、熟になるとあの極ナッツのオイル。になるんですね。オイルは日本は何年前結構有名だったわけでね、あの高くなった、うん、オイルはカンボジア人のココナッツのオイル、あの使い方は使うのはあの料理、あと戦争時代はみんな病院がない、あの、あとはマーケットない、クリームする、例えば口ベルとか、あの鼻とか、あとは、アレルギー、うん、あるときはちょっとココナッツのオイル塗る、あとは毛があったときはココナッツのオイル、アロエみたいな感じで、そうそう、特にあの何だろう、あの髪の毛、うん、生えてくる、そう、あの髪の毛きれいになると、あのあ、このオイルを塗るんだ、そうそうそう、塗るです。だからすごい美人が見る。かっこいいになっちゃった イケメンになった。イケメン。イケメンラッタ。うん、イケメンラッタ。イケメンラッタ。イケモンバン。はい。はい、次行きましょう。はい、あのコロナの前はあのすごい人がいます。これ。ここ？うん。まああのここはすごい誇ります。ちょっと誇ります。土が。あ、人が通るから。はい、人が通るから。じゃあこれ今本当人いないんだ。そう、あのいないっぽい。今何人から戻ってきてるんですか。今月はあのスペインの方が多いな。へえ。あの最初はフランス人が一番多かった。うん、あとはあのスペイン、アメリカ、そのくらい。あと4番目は多分あのタイ人ですね。はい。中国人とか日本はまだまだです。ちょっと少し見るけど、でもみんな海外にいる日本人か、あとはあのここにいる日本人とかね、みんな旅行に来ます。日本からはまだまだそうです。はい。うわ、すごいここ。はあ、すげえね。右側ないけど、これが人がたくさんいるときはこの遺跡観光にくい。ん？観光にくいです。観光しにくい。はい、観光しにくいです、うん、あの道が決まったので、うん、すっごいこれバラバラ行けない。バラバラ行けるとなんか歩きやすい、写真も綺麗だし、うんうんうん、でも人がいっぱいいると強烈みたい。うん、じゃあ今来るのいいね。そう、今は一番いいですね。それね、そんな空いてるのじゃあんまり見たことない。あ、はい、でも今来てほしい。なんか人も少ないし、あとはあのなんか綺麗な景色が見えるなんですね、はい、
確かにこれ、うん、人がいるのといないのじゃまたちょっと景色も変わるよね。そうそうそう、変わります。なんか人がいっぱいいると遺跡観光は待ち行くみたいです、うん、でも人がいないとか少ない場合は神様ホテルに来るみたいです、うん、みんな天空の中にいるみたいの、うんうん、思ってるみたいですね、はい、すごくねこの木と、はい、これは結構好き大きい木です。どういうこと？スッポンというの木です。名前はスッポン、カメ、木の名前ですね。スッポン、カメ、よく知ってるねはい、カメ、スッポン、ガジュマルの仲間です。ガジュマル、はい、あの樹齢300、400年と言われてます。すごい木が、そう、とても浸食してるじゃん。成長が早く、このように石の隙間に小さな根が入り込み建物を崩してしまうんです。はあ、はい、塔がたくさんあったけどね、あっちは、砂石から作った、これは日干しから作ったんですよ、はい、結構大きいです。うわこれもすごい。いやすごいな、アンコールワット。タープル、反対側もある。これもともと何の場所だったんだろう。なんかあの住むのところだったんですね。住むところ、これも、はい、これもです。あの1万人一丁の人がここに泊まったから1万人以上、はい、1万人あるの部屋は多分これ部屋なんだ。そう、なんだろう、神様の像とかね、仏像を置いたところとか、こういうその、はい、なんていうの、あの上に石がさこういうふうに積み上がってるやつ、そう、これが全部家、はい、あの家、はい、あの1万人平面型で作った建物ですね。こちらも綺麗になってる。ぐる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 っと。これも崩れちゃってるのね。そうね。前は上の方お釈迦様があったんけど。わあすごい。いやこれすごい。いやすごい。久しぶり一本切っちゃったね。あ本当だ。はい。もともとあれ切れてなかったんだ。そう。切ってもまた伸びてる。確かに伸びてるです。生命力やば、この木、この木すごいな。これもう壁を侵食してるもんね。どんどん遺跡崩れた理由は地震の理由ではないですね。木の根っこで、あこれもじゃあ木の根っこで、はい、そう木の根っこで、あこうやってこうして、そう小さな根が入り込み、崩してしまいます。どん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 伸びてるんだ、これがこうやって大きくになると、これまだ伸びてるもんだ、これそう伸びてる、これがどん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 、はい、いっちゃうんだね。いっちゃう、そうすると、こうやって崩しちゃうんだ、はい、わーすごいなこれ。はい、こちらね、ここは修理終わったばかりです。何十年間は、修理できなかった、あ修理でさ、中は入れなかったんですね。でもう一昨日から、一昨日から、はい、一昨日から、何十年ぶりに、多分15年ぐらいかな、そのぐらいです。すごい、修理だったから全然入れなかったんです。はい、とてもラッキーだったね。わあすげえ。入ったことないんじゃないか。そう、私初めて入ります。結構楽です。おわすごい、すげえね、出てきたんです。いいね、ガイドが浮かれてるっていいね、はい、ここは、昔なんか瞑想したところです。瞑想、瞑想です。へえ、瞑想です。お坊さん、メシス会など1万人以上ここにいるんですから。ナイスティーシャツ。あ、シュリーでした。わあ、すげえ。
それ、大きな仏像。仏像？はい、仏像です。首がないの仏像なんです。本当に首がない。そう。頭はどこにあるかわからないです。多分誰か持っていくかね。わからない。これは多分土の中から持ってきたんです。色がちょっと。はい。なんかまだ修理してない時は見なかったからね。これです。多分土の中から持ってきた。出てきた。そうです。そう。で頭がないんだ。ここはこれ両方とも。この建物は特徴のところはここだった。はい。なぜなら昔お坊さん瞑想したところね。すげえ。あれの木の猫。わあ。遺跡って感じ。いや、この状態でまだ残ってるのがすごいよ。そしてこの千年の月日を経て幹が寺院をこう侵食し、自然の偉大さを感じるね。いやー、ここすごい。ここに入ってくると大宮の中にいるみたいな。確かに。はい、すごい。ちょっと違うね、また他の場所とここは。そう、そう違うです。パワーがある。パワーがあるね。そうそうそう、パワーがある。ワールドリポートチャンネル。この番組はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネルご視聴いただきありがとうございました。さあ今回の旅の企画、そしてリポちゃんの運営はですね、皆さんからの貴重な寄付ご支援によって成り立っています。少しでも動画がいいなと思ってくれたあなた、少しでもその企画応援してやろうと思ってくれたあなた、ぜひとも寄付ご支援のほどよろしくお願いいたします。サイトはですね、下のリンクから飛べるようになっているんですが、リポちゃんの寄付サイトに飛んでいただきますと任意の額を打ち込むことができるようになっています。クレジットもしくはペイパル両方とも対応していますので、あなたの貴重な寄付ご支援がですね、次の旅次の取材へとつながっていきますので、何卒何卒貴重なご支援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。